嵐が迫っている。空気中に感じるだろう。モノリスに近づくほど目撃者の影響力が強くなっている。嵐のせいで司令官を追跡することができません。彼も私の呼びかけに応えてくれません。私に背を向けた時の彼のあの目は、彼が何をしようとしているのかは分かりませんが、誰にも止めることはできないでしょう。了解、急ごう。ケイド、さっき司令官に歯向かったろ。坊やにも度胸があるみたいだな。行くぞ。イコラは来ないのか。ああ、お前と俺だけだ。無理もありませんね。タージ、ザバラはいなくなる前に何と言ったのですか。散歩をしてくる、彼らを頼むと。ガーディアン、タージと合流してくれ。ケイドと私が後方から援護する。ザバラとタージの間に立ちはだかる者は全て倒せ。少しいいですか。私に考えがあります。暗黒に身を任せるようザバラに凍った像は、他にもこの場所にたくさんあります。像と交信することができると。何か言うことがあれば喋るはずです。私がそうですから。さあ、彼らと話をしに行きましょう。私の目を見て真実を語ってください。彼はどこですか。彼がここに来たことは分かっています。あの司令官は目撃者を探している。だがお前たちなくしては彼は数多の中の一つになってしまうだろう。意味が分かりません。彼に何かしたのですか。まだ総体から切り捨てられていない者たちが彼を、かつて束縛されていた者たちがお前たちを導く。お前たちは突破しなければならない。助けてくれるということですか。もしもし、私たちの破滅を指し示していますね。行きましょう。あの嵐、勢いを増しながら大きくなっているのはいい兆しです。目撃者が我々をあちらに近づけたくないのは、私たちは正しい道を進んでいるという証拠です。
つて束縛されていた者たち。ゾウは目撃者に囚われているようですね。ザバラの言った通りでした。彼も報われたと感じてくれるといいのですが。ゾウはザバラがアマタの中の一つになってしまうと言っていました。それが脅迫なのか警告なのかは分かりません。別のゾウを探さなくては。数からすると次に探すべき像はここにあるようですね。探す手助けをしてくれるのはいいですが、私たちがこの状況に巻き込まれたのはあなたたちのせいです。そもそもなぜ彼に呼びかけたのですか。我々はあまたの声を。それは顔すぎる。この場所は明るすぎる。暗黒に身を任せる。我々の声は暗黒から発せられる。彼らを信用すべきでしょうか。司令官は見つかった。イコラ、来てくれたのですね。当然よ、私のファイアチームだから。ファイアチームは家族だからな。ザバラはまだ見つかってない。でも彼の推測は間違っていませんでした。ゾウは私たちを助けようとしています。
さんです。司令官、応答してください。司令官、今すぐ応答してください。彼が私に背を向けるのはこれが最後です。最後のゾーンに彼らの声は暗黒から発せられるそうです。そうだとすると彼らは今も目撃者とつながっているかもしれません。10億もの意識からなる存在であれば、その中に異議を唱える者は少なからずいるはず。目撃者は恥である我々に耐えきれず、最初のナイフで我々を切り離した。我々は最終形態に融合されるに値する時が来るまで追放された。かつて目撃者の一部だったのなら、私たちに目撃者を倒す方法を教えることはできないのですか？我々は繋がれている。暗黒に身を任せる他に道はない。暗黒に身を任せ活力するのだ。小さき光よ、司令官がお前を必要としている。お前が我々を解放するのだ。我々にな。目撃者はなぜ自分の一部をこうやって隔離したんだ？目撃者は変えられないものを制御し、制御できないものを変えようとしている。
それが最終形態の目的よ。目撃者は恐れているのです。タージ、あなたにも彼を止めることはできなかったはずです。ええ、ザバラは簡単に止められる人ではありません。しかし彼は私の司令官です。彼を見守り、倒れた時には彼を蘇らせるのが私の役目です。ガーディアンを好き勝手にさせるからこういうことになるのです。彼らはトラベラーに風穴を開けた存在と話したがっています。たちを解放する方法さえ教えてもらえれば。我々では助けにはなれない。お前たちの旅はもうすぐ終わりを迎えるが、我々には力が足りない。力が。これは一人で立ち向かえるような敵ではありません。残念ながら私を置き去りにしたザバラはそれを忘れたみたいですね。そして私は彼にそれを思い出させるためにここにいます。
ギーサージを感じます。でもザバラの居場所を特定できません。干渉が増大しているのでしょう。彼に集中してください。できません。できるはずです。彼の光に集中して。無理です。ターチ、彼を感じられなくても大丈夫です。嵐は過ぎ去りましたが、まだ何かが信号を妨害しているのかもしれません。それにそうじゃないとしても、あなたのガーディアンを彼の光で知る必要は。私の身になって考えてみたらどうですか。私は孤独を感じながら、漠然とした感覚を頼りに地球の隅から隅までを何年も捜索し続け、希望を失い、それでも奇跡的に彼を見つけました。そして彼の傍らで長い時を過ごし、戦って死ぬ姿を見てきました。彼が恋に落ちる姿や悲しみに我を失う姿も。私たちは絆を築き、運命を選んだ。それなのに、自分が生まれてきた目的をつないだために果たせるかどうかもわからないなんて、あなたならどう感じますか？それは忘れてください。気持ちの問題ではありません。あなたは近い方の信号を頼みます。私はこの先の信号を調べます。何をすべきかは分かっています。援護は任せてくれ。ゴースト、ガーディアン、調査を続けて、私たちはタージの後を追うわ。
私たちが追っていた信号はトラベラーの贈り物の一つから発せられています。でもザバラはいません。マンガード、彼は見つかりましたか？まだよ。Yeah.
ました。早くここから出てタージを探しましょう。この場所が崩れ始めています。急ぎましょう。タージが司令官を見つけたわ。急いで。お願い、こんなことはやめて。沈黙の神に異議を求めた。だが神が授けたのはさらなる意味なき命。違う、嘘だ。我々は逃げ、我々は次を求めた。世界に秩序をもたらす方法を見いだした。お前たちのトラベラーはそれを許さなかった。我々はその両化性を許すことはなかった。我々はそれに意義を共有した。揺るぎのない単一にした。疑念と恐怖を摘み取った。我々の存在を奪って惑わせるもの全て、あの上我々は一つとなった。天変世事も還元せよ。我々が自滅した場所で待つ。集中な。今こそ我々に加わるのだ。
根絶した。我々に恐れなどない。いいえ、恐れています。何も変わらないわ、ザバラ。あなたは今も私たちの友であり、そして司令官よ。何もかも違う。私は光、存在意義、そしてゴーストを失った。自分を責めたい気持ちはわかるが、タージはリスクを承知でやったんだ。言うな。頼む。私はどんな犠牲でも払うつもりでいた。だがタージは、彼は献身的で、そして勇敢だった。私は心のどこかでそんな彼を憎んでいた。時々もういっそのこと安らかに口当てさせてくれたらと思うことがあった。あいつはゴーストの役目を全うしたんだ。お前を戦争の兵士にして、お前がその戦争を終わらせられるように自らを犠牲にした。終わらせる？どうやって？私は光を捨てた。謎と記憶と引き換えに。でもそれは目撃者誕生の記憶、私たちを勝利に導く記憶よ。天変摂取も還元セリ、それだ。そうだ、離反者の幽霊と交信し直そう。彼らが私に見せた場所はここにある。目撃者の記憶も具現化されているのだ。導くことはできるが、助けが必要だ。もちろんだ。よし、このまま突っ走ろう。そうすればザバラも少しは気が紛れるだろう。俺たちはゴーストに頼りっぱなしだ。なのにあいつらは一回だって蘇ることができない。手遅れになる前にサンダンスに礼を言っておきたかった。伝わっていたよな。タージは昔からゴーストの鏡でした。ゴーストの在り方にルールなどないのに、タージはいつでも正しい答えを知っていました。彼は献身的でした。そしてザバラ本人よりも彼のことをよく知っていました。彼の光もサンダースのようにトラベラーに帰ったのだと信じたいです。いつの日か私も。タージは死に、ザバラは不死ではなくなりましたが、彼らの犠牲は無駄ではなかったはずです。
私たちは目撃者が自分を作った記憶の場所で目撃者を還元させる方法を学ばなくてはいけません。それはペイルハートにあります。私は私たちを信じています。トラベラーも私たちを信じています。そしてタージのおかげで勝機は見えてきました。